ラサ島工業所があった沖野大島島の一ラサ島工業所は沖縄県北大島村沖野大島島で1911年に創業を開始した林鉱石鉱山である。1929年から1932年までの間は旧山市1933年に創業再開後1944年に閉山した。日本国内では 数少ない林種源の産地であり、最盛期の1918年には、約2000人の労働者が働き、年間約18万2600トンの鉱石を採掘した。1938年頃のラサ島前景。ラサ島は、隆起珊瑚礁の島である。珊瑚礁が隆起して陸化した後に、大量の海鳥が生息するようになり、その海鳥の糞が堆積して、 グアノが生成され、グアノのン酸が石灰石と反応することによって、ン鉱床が形成された。ラサ島のン鉱石を発見し、起業化したのは、ツネ島のり高である。ツネ島は日本における土壌調査の先駆けであり、日本の土壌のン不足を有慮し、ン資源の探求に障害を捧げた。当初有望なン資源は、国内では発見されなかったが、1902年の、 南鳥島でのグアノの発見を契機に南方の島々に標準を定めた林資源探査が本格的に開始された。こうした状況の中、ツネ島が強い関心を持ったのがラサ島であった。1906年、ツネ島はラサ島の石を入手し、林鉱石であることを確認した。しかし、ラサ島での臨鉱石発見が知られると、開発権を主張する人物が続々現れ、 開発権をめぐる激しい争いが展開された。開発権をめぐる紛争の過中にありながら、常党は着実ににラサ島の資源探査を進め、1910年10月には日本産業商会を創設した。その後外国資本がラサ島の臨港石資源に注目する中、1911年初頭にはラサ島の開発権を獲得し、1911年2月、 常ねは、ラサ島林光号司会社を設立し、社長に就任した。社長就任後、常ねは自らラサ島の資源調査に赴き、命の危険にもさらされる中、ラサ島の林光石資源が極めて有望であることを確認した。1911年5月1日、ラサ島工業所が創設されて、本格的な鉱山開発が始まった。その後ラサ島は、 単一企業による資源開発、鉱山経営が推し進められ、産業的にも重要な位置を占めるようになる。1913年5月には株式会社化され、ラサ島臨行株式会社となった。離島であるラサ島で大規模な鉱山事業を展開するにあたって、水の問題、外部との連絡、衛生問題、労働者の確保や労働問題等、様々な問題に直面した。 しかし施設の整備が進むにつれて、林鉱石の生産量は増大し、第一次世界大戦の影響で林鉱石の輸入が困難になったこともあって、1918年にはピークの約18万2600トンに達し、ラサ島で働く交付の数も約2000名となった。その後、大戦後の不景気により男性産規模を大きく縮小するが、第二層、 第三層の鉱脈の発見によって1925年には産出量約108,300トンまでに回復した。しかしその後の不況と会社の経営難、採掘条件の悪化により、1928年12月には一時、急山する。その後、景気の回復による林鉱石の市況回復を受けて、1933年にラサ島工業所は再開された。 再開後は戦時体制が強化され、また対外関係の緊張による林鉱石の輸入が困難になる中で、ラサト工業所は重要産業として農水省から増産を強く要請された。しかし、戦時体制による人員不足と採掘される林鉱石の品位低下、そして戦況の悪化につれて鉱石の輸送が困難となっていき、増産は思う様に進展しなかった。 それでも1938年から1944年までの間の日本領内での臨鉱石採掘量はラサ島工業所が一番であった。戦争が激化する中でも食料を増産に欠かせない臨資源確保のため農商省はラサ島工業所の閉鎖に難色を示していた。しかし1944年12月に閉鎖が 決定され、翌1945年1月には、全従業員が離島し、ラサ島工業所は閉山した。閉山までに採掘された林鉱石は約160万トンであった。戦後、ラサ島工業所は再開されず、1956年4月には、ラサ島は、米軍の砂漠場に設定され、1972年の、 沖縄復帰後も砂漠場としての米軍の使用が継続している。1979年に行われたラサ工業と防衛施設長合同の林鉱石資源調査によれば、ラサ島には約350万トンの林鉱石が埋蔵されていると推定されている。ラサ島は南大東島の南約160キロメートルにある。 周囲約4 3 4トル面積約1.19平方キロメートルの琉球山五章の島である。ラサ島があるフィリピン海には、北から天海海大、大東海嶺、沖大東海嶺が琉球海溝に直行するように北西から南東方向に向かって伸びており、ラサ島は沖大東海嶺の頂部にあたる。沖大東海嶺は全体として、 白亜気候機の新生岩など中生代に形成された岩石などで基盤が形成されており、その上部には死神魚に形成された石灰岩、そして先神魚には石灰質の泥岩が堆積した。ラサ島は北大東島、南大東島と同様フィリピン海のプレート運動によって移動する中で琉球海溝に近づいて海溝周辺流気体と呼ばれる。 流起体に差し掛かったため流起活動が始まり、約50から60万年前から陸化したものと考えられている。大正天皇に献上されたラサ島の林鉱石とカツオドリの剥製。ラサ島の林鉱石はグアノ系林鉱石である。グアノ系の林鉱石は海鳥の糞が固化、堆積した後、風化作用によって有機物などが失われて生成されたグアノが、 さらに長期間の風化作用を受けて、グアノ内から流出したリン酸が基板岩の石灰岩と反応することによって形成される。ラサ島のリン鉱石鉱床も、珊瑚礁が流気して陸化した後に、海鳥が大量に生息するようになり、海鳥の糞によってグアノが生成され、そのグアノの,のリン酸が石灰岩と反応することによって形成されたものである。ラサ島の地表は、 島の周辺部を除いた約9割が林鉱床であった。鉱床は地表から浅い場所で約1.5メートル、深いところでは10メートル以上あり、場所によっては海水面以下の深さまで鉱床が広がっていた。島の北部の大地は林鉱石で覆われ、南側の大地の地表は林を含有した林土であったが、その下には林高石の高章が広がっていた。その他、 塔のほとんどの地表付近に、林土や林鉱石が埋蔵されていた。また、地表付近の林鉱床下の岩層のもとにも、林鉱石の第二層、第三層が形成されていた。そして、海岸付近には、鉄板土を多く含有した、低品位の林土が大量に埋蔵されていた。林鉱石は主に海上で鉱床の底部では、歴状、粒状となった。 海上のものも多孔質で割れやすく、採掘粉砕は容易であった。リンの岩有量は約35%で、フッ素の岩有が少ないことは有利な特性とされたが、生後へする際に粘土が増すという悪影響を及ぼす、鉄バンドの岩有量がやや多く、この点は唯一の欠点とされた。しかし、採掘当初は鉄バンドの岩有量が多かったものの、 その後改善が進み1917年の分析では平均ン産約35.8%で鉄バンドは3.8%他の分析でも平均臨産35.05%鉄バンド2.09%と日本領内では稀に見る良品と評価された。口述のようにラサ工業所は一旦閉鎖された後1933年に再開されるが 再開後に採掘された林鉱石は徐々に鉄バンドの含有量が上昇していった。ラサ島の林鉱石の採掘量は採掘が開始された1911年から終了した1944年までの間、総計約160万トンに及んだ。未採掘の推定埋蔵量は1978年の防衛庁委託による調査結果によれば、 約350万トンとされている。常藤のり高常藤のり高は日本における土壌調査の創始者とされる人物で、日本の食料、土壌問題に取り組み、林資源の発見、開発に一生を捧げた。常藤は林資源探査の過程で、ラサ島で林鉱石を発見し、ラサ島工業所を創設して林鉱山として事業化を成し遂げた。 1880年、駒場農学校を卒業した常藤は、内務省官農局地質課土星係に、雇いの身分で採用された。1882年に、マックス・フェスカがドイツから来日して、土星係長に就任し、常藤らに土壌調査の指導を行った。常藤は12年間、フェスカの下で学び、土壌の専門家に成長していった。フェスカと常藤が、 日本各地の土壌調査を進めていく中で、日本の土壌の林不足が明らかになった。当時日本で流通していた、人噴尿、魚肥、油かすなどの林産の含有量も少なかったので、林産肥料の製造と施肥が、日本の農業には必要不可欠であると考えられた。当初、農家の林産肥料など化学肥料に対する関心は低かったが、 日清戦争時の大豆カスの輸入の途絶だけでなく、北海道の日清の不良によって、肥料の供給が逼迫したため、ン産肥料など化学肥料の需要が徐々に拡大した。もちろん、フェスからのン産肥料の重要性に関する訴えも効果があった。こうして、ン産肥料の認知度が高まり、消費量は増大した。しかし、臨鉱石は国内では産出せず、 全て輸入に頼らざるを得なかった。ン鉱石を全て輸入に頼っていることは、食料の安全保障から見ても大きな問題であるとの認識が広まっていった。そこで国産の輪資源確保が大きな課題であるとみなされるようになった。日本国内で初めてン鉱石を発見したのは、常とであった。1894年8月、宮崎県で土壌調査を行っていた際、 現在の日南市油津港付近でリン酸含有量約17%のン鉱石を発見した。国内でのン鉱石の発見は産業界にとって歓迎すべきニュースであった。発見の方を聞きつけた渋沢栄一は常等のところに駆けつけて詳しい話を聞いた上で、これまでリン酸は我が国で産出しなかったが、肥料原料として 不可欠なものであるので各地で取れるようになれば国家にとって大いなる幸福であると国内での臨鉱石発見を称賛し常藤を激励した。常藤は1895年に外法、そして1896年には詳細な臨鉱石報告を行った。その中で林不足の日本の土壌は林酸の供給が不可欠であり、 林鉱石の国産化の必要性を強調し、速やかに日本全国くまなく林鉱石の探査を行う必要性があると主張した。明治30年代に入ると林産肥料の普及に伴って林鉱石の輸入も増大していた。そのような中で常との日本国内の林鉱石探査についての意見は認められ、1900年、農商務省内に林鉱石など肥料原料を 調査研究する専門機関、肥料鉱物調査所の設立が決まった。翌1901年4月、肥料鉱物調査所は正式に設立され、常藤は肥料鉱物調査所の所長となった。所長の常藤は、自ら林鉱石の調査に積極的に取り組んだ。常藤らは、全国各地で林鉱石調査を行い、東北地方や北陸地方、 そして三重県などで林鉱石を発見するものの、どの産地も質量とも林産肥料の原料とするには不十分であった。文字通り全国を駆け巡って林鉱石探しに奔走していた常頭のもとに1902年南鳥島で林鉱石が発見されたとの情報が入った。当時南鳥島は水谷新六がアホードリの羽毛採取等の事業を行っていた。 しかし、アメリカ人のローズヒルが、南鳥島のアメリカ領返入を主張し、1902年7月には、南鳥島でグアノを採取することを目的として、実際、南鳥島へ向かった。新聞報道により、ローズヒルが南鳥島に向かったことを知った、日本政府は、早速笠木を派遣して、南鳥島に警備兵を配置した。結局、ローズヒルは、 南鳥島で目的を果たすことなく帰還し、アメリカ政府もローズヒルの南鳥島所有権の確認の訴えを黙殺した。8月末になって南鳥島に配置した警備兵の撤収のために高千穂が派遣された。その際、高千穂には常藤則高の要請により、肥料鉱物調査所と地質調査所の技師が同乗していた。 彼らは南鳥島で土砂を採取し、期間後に分析したところン産岩有量が30%を超える良質なグアノであることが判明した。グアノの発見当時、水谷新六はアホードリの激減により、南鳥島での事業継続を断念し、撤退と他の内容の島々への事業の転身を考え始めていた。実際水谷は1898年9月に、 ラサ島の調査を実行していて、後日のように1901年,年5月には、ラサ島の開発許可も取得していた。しかし水谷は、南鳥島でのグアノ発見により、グアノ採掘に転業することになり、1903年3月には、東京府からの許可が下り、グアノの,の採掘が始められた。採掘されたグアノは、常藤則隆が技術指導を行っていた。 全国肥料取り次書に持ち込まれ、肥料として製品化し販売された。南鳥島における林資源の発見は、常島のり高の目を沖縄、そして台湾方面での林鉱石探査に向けさせることになった。常島は沖縄本島、尖閣諸島などの沖縄周辺の島々、そして台湾やその周辺の島々に資源探査に乗り出していった。 ラサ島への着目南鳥島でのクワの採掘事業、肥料製造事業を通じて、常藤島の利は、水谷新毒と知り合った。水谷は、常藤島のところに出入りするようになり、常藤島は水谷がしばしば南洋を公開し、島々で補聴を行っているとの話を聞きつけ、補聴のついでに石も採集してきてもらうよう依頼した。水谷新毒から聞いた南洋の話の中で、常藤が、 大きな関心を持ったものの一つがラサ島であった。移動的に南鳥島とほぼ同じであり、水谷の語る島の様子から考えて林資源が存在する可能性が高いと判断した常島は、水谷に対して機会があればラサ島から岩石、土砂を採集してくるように依頼した。ラサ島は1900年9月に正式に日本領に編入され、名称も 沖野大東島と決められた。10月17日には沖縄県国事によって沖縄県島尻郡大東東区域の所属となった。日本領返入翌年の1901年、南鳥島の開発に取り組んでいた水谷新六がラサ島の開拓を申請し、5月11日に許可が下りた。前述のように水谷は1898年9月に ラサ島の調査を行っており、1901年9月には、開拓従事者と共に、ラサ島へ向かい、羽毛採取を目的とした開拓を開始しようと、試みたものの、船が台湾、フィリピン方面まで流されてしまって、失敗に終わった。開拓許可が降りた後、一定期間開拓を実行しない場合、許可は取り消される。水谷も1903年6月6日に許可が、 取り消された。その後1906年、南大東島、北大東島の開拓権を取得していた、玉木繁右門が、沖縄県から、ラサ島の15年間の開拓許可を取得した。しかし、実際問題として、当時、玉木は南大東島の開墾にかかりきりの状態であり、南大東島と同時に開拓許可を得た、北大東島はほとんど手つかずのままであった。 この上さらにラサ島の開拓を実行することは困難であったと考えられ、実際開拓にすぐに乗り出すことはなかった。南鳥島でのグアの発見後、常ネ島は沖縄など南方での調査活動に着手しようと考えていた。しかし、当時日露戦争前で国内は戦時体制が強化されつつあった。そのような緊迫した社会情勢の中で、 農商務省内では、所属各機関の再構成、開廃が断行され、肥料鉱物調査所は1903年12月5日に廃止された。常等の挫折感は大きかった。南鳥島で有望なグアの資源が見つかり、これから本格的な南方での林資源調査に取り掛かろうとする矢先に、国の調査機関である肥料鉱物調査所が廃止された、ことは、国が、 国府の開発に冷淡かつ無頓着であり、極めて無謀なことであると痛烈に批判した。肥料鉱物調査所廃止の決定により、常藤は退官して、自力で輪鉱石探査を継続する決意をした。1903年12月5日の肥料鉱物調査所廃止と同日に、常藤は退官し、その後は、独力で輪鉱石探査を継続することになった。 一民間人となった、常島の臨港石探査のターゲットは、南方の島々であった。1906年4月に、ラサ島の開発許可を取得した、玉城繁栄門は調査船を派遣した。調査船の船員の一人が、水谷新独の老いであった。水谷は常島からの依頼を果たすべく、老いに対して、ラサ島の石を採集してくるように指示した。水谷の老いは桃引きに、 ラサ島の石を入れて帰還し、全国肥料取り継所に、常島を訪ねて、直接手渡そうとしたが、常島は大阪出張中で不在であった。そこで、水谷の老いは、ラサ島の石を一部を大阪の常島のところへと送り、残りを全国肥料取り継所に預けた。常島は出張中の大阪で送られてきた、ラサ島の石を見て、即座に臨鉱席と判断した。 早速全国肥料取り次ぎ所の分析担当者に電報を送り事情を説明するとともに急ぎ分析を行うよう指示した。全国肥料取り次ぎ所の分析担当者による分析結果はリン酸ガ有量が高い良質なリン鉱石との結果であった。しかしこのラサ島でのリン鉱石発見のニュースはすぐに全国肥料取り次ぎ所の社員から肥料業に 携わっていた茎門7に伝わってしまった。全国肥料取り次ぎ所の社員は、臨鉱石発見情報とともに、ラサ島への調査船派遣計画を携えて、茎のところへ出向いた、茎は、この有力情報に飛びついて、ラサ島への調査船派遣計画に出資した。しかし調査船は、ラサ島にたどり着くことができずに帰還し、調査は、失敗に終わった。そして、 林鉱石発見のニュースを受けて、ラサ島の開発許可を取得していた、玉木繁栄門も工業権取得を申請した。その後、ラサ島の林鉱石をめぐって、工業権の争奪戦が続くことになる。初回の主源調査1907年、常藤は部下の松岡美紗に、ラサ島の主源探査を命じた。松岡をリーダーとする、ラサ島主源調査隊には、 工業権問題で常党と対立するくき門七の部下や頭木半江門の息子、玉木鎌三郎も参加して、8月18日に文字港を出港した。しかし肝心のラサ島が見つからず、日中や探し回った挙句天候悪化のため9月1日に那覇港へ避難した。那覇で改めて妊婦数名を雇い、9月9日、改めてラサ島へと向かったがやはり見つけられない。 諦めて基に着くことにしたところ、9月13日に、島影を見つけ近づいてみると、ラサ島であった。資源調査隊は、ラサ島に上陸したものの、島全体が密林に覆われている上に地面には厚く落葉が積もっていて、探査は容易なことではなかった。しかし何とか測量を行い、臨港石数トンを採掘して九月十四日に離島し、十七日には、 鹿児島港に帰還した。常藤は採掘した林鉱石を某肥料製造会社に委託して肥料製造を試みた。完成した肥料は当時クリスマス島やオーシャン島から輸入して製造した肥料と同等の品質であった。混迷する情勢と日本産業商会の設立、常藤のりたはラサ島以外にも精力的に沖縄、台湾に 林鉱石資源調査を行っていた。1907年から1910年にかけて、沖縄本島、宮古島、石垣島、尖閣諸島、そして台湾や方庫諸島で林鉱石調査を実行した。常島は尖閣諸島の鳥粉資源、そして北大東島の林資源に興味を持った。しかし、北大東島の林資源は鉄バンドの含有量が多く、 林資源としての利用は技術的に困難であるとの判断をするなど、本当産の林港は我が半都内における裁量室のものにして、肥料原料に強戦には無二の一品と激章したラサ島の林港石を上回るものは見出せなかった。そのような中、ラサ島の工業圏をめぐる情勢はさらに混迷の度を深めていた。あずまい諸島で羽毛採取。 上野採掘業を起業していた西沢義治が清との外交問題となって撤退を余儀なくされる中、1909年8月にはラサ島での開拓事業に乗り出すとの報道がなされた。そして水谷新六も改めてラサ島の権利を主張して行政訴訟を起こすに至った。常島によれば各人がそれぞれ権利を主張する背後には政治家の影もちらついていたといい。 ごたごたの収まる気配はなかった。ラサ島開発の権利関係問題が片付かない中、1910年10月、常藤の利高は、日本産業商会を設立して、理事長に就任した。日本産業商会は、事業目的として、ラサ島での林鉱石採掘以外に、尖閣諸島での鳥粉の採集、そして種ヶ島でのオレンジ栽培、 台湾高尾での砂糖キビ栽培と肥料工場、製糖工場の建設を挙げていて、ラサ島のみの事業計画ではなかった。第2回資源調査第2回資源調査時に設営された工業事務所。看板には日本産業紹介の文字が見える。ラサ島の林鉱石が良質なものであっても、常とは実際に事業化が可能であるか確証を持てなかった。まず埋蔵量が、 全く推定できていなかった。また報告されていた林鉱石の参上から考えて技術的に再興や先行が難しい可能性もあった。そして絶海の古島のラサ島で臨鉱山を経営するとなると貯水池の建設や鉱石輸送用の船着き場の設営など多額の初期投資を行う必要があるため果たして採算が合うのかどうかについても疑問視していた。 常藤は、事業の成立性について慎重に判断する、必要性とともに、実際に事業に取りかかる中で、判断せざるを得ないと考えていた。日本産業商会を立ち上げた常藤は、1910年11月、ラサ島に、第2回の資源探査隊を派遣した。調査隊の隊長は、第1回と同じ松岡三が務め、資源調査の上、鉱山開発の開始をもくろみ、 船には3ヶ月分の食料、調査用の機器、資材の他に、飲料水貯蔵用として6尺の酒だると、水が乏しいラサ島で真水を得るために、芋焼酎蒸留用の蒸留機が10台積み込まれた。しかし肝心の船は小型の木造汽船で、船長は11月の荒れた海では、ラサ島にたどり着くのは困難であると航海の中止を決断した。しかし、 日本産業商会本社からは、税が非でも成功させるようにとの激励最速の電報がひっきりなしに届いていた。調査隊幹部は船長に後悔を続けるように懇願したところ、船長はウイスキーを煽りながら、このボロ船、何パ転覆しても俺は知らぬぞ。と言いながらも出航した。荒れた海の中、船は木の葉のように大揺れしながらも、無事にラサ島に到着した。 しかし、第1回調査の時と同様、密林に覆われていた島での調査は容易なことではなかった。まずは仮小屋、倉庫を建てて調査に取り掛かったが、飲料水の問題が調査隊を苦しめた。調査隊到着後、降雨がなかったため、持参の蒸留器で生成した水と、海辺の岩場の水たまりの中で、防フラーが湧いている塩分が薄そうな水とを混ぜて、 飲料水としたものの、たちまちのうちに調査隊全員が激しい下痢に悩まされることになった。それでも、島内各地から多数の臨港石サンプル採取に成功し、約2週間後、計画通り報告のための人員が島を離れ、残りの人員は鉱山開発事業を実行しようとしたところが、このような島に取り残されたらたまらないと、全員が離島を主張したため、 やむを得ず鉱山開発事業については諦めて全員で帰還することになった。外国資本参入計画の発覚と工業権問題の解決1910年の第2回資源調査の結果、ラサ島の臨鉱石資源は常島の予想を上回る有望なものであることが明らかとなった。また、第2回資源調査の頃、ラサ島の工業権問題に大きな進展があった。 ラサ島の林鉱石について、横浜のとある外国商館が情報を入手し、その情報をもとに、ロンドンの防振時系都がラサ島開発に乗り出そうとしていることが明るみになった。国内で工業権問題でもめている間に、貴重な資源を外資にさらわれてはたまらないと、常とは工業権取得へ向けて積極的に動き出した。 結局、水谷新読には、自断金を渡したと考えられ、玉木側の資料によれば、玉木三江門にも20万円の自断金が支払われたという。また、久喜門七は、後に設立される、ラサ島臨行株式会社の取締役になっている。こうして1911年1月には、ラサ島の諸権利はすべて常藤が所有することになった。 常ね社長を率いるラサト林光石資源調査団の鹿児島港出港後継。1911年2月28日、ラサト林光合資会社が設立され、常ねとの利高は社長に就任した。社名については当初、アジア林光、東洋林光、北、太平洋林光なども候補に上ったが、社長の常ねの発案により、ラサトにちなんで、 ラサ島臨行業主会社となった。会社創立直後の4月、社長常藤時期時期に、ラサ島資源調査に赴いた。なおこの時の調査隊には、臨時土木化と直轄最高組が編成され、調査終了後そのまま鉱山開発を開始する、手はずであった。調査隊は4月17日鹿児島港を出港し、22日に、ラサ島に到着した。産後省に囲まれ、 海岸線は崖となっているラサ島上陸は常島にとって困難であったが、なんとか無事に上陸を果たした。人員の上陸に合わせて行われた資材、食料等の上陸作業も困難を極めたが、なんとか無事に上陸を終え、密林に覆われたラサ島の中を苦心しながら運搬し、1910年の第二回資源調査の際に建設した小屋まで搬入を行った。 しかし、ラサ島は海岸線付近を除き、全体が密林状態であって地面には厚く落葉が積もっている。1910年の調査時に切り開いた道も雑草が、生い茂り、林鉱石の埋蔵量調査など及び持つ中い状況であった。調査に同行した人物の階層によれば、上陸初日は林鉱石の産地である証拠を全く見出せず、 常藤はこれまでの調査結果を疑い出して不機嫌であったという臨校席の路頭での常藤社長ら右側の人物が常藤、中央の人物が縄田義士翌日は島内北部の大地の調査を行うことになったがジャングル内での調査はうまくいくとは思われなかった人力でジャングルを切り開くには人員も時間も明らかに足りないこのままでは ラチが開かないと火を放って焼き払うことになった。しかし火をつけた当初は大したことがなかった火星が風が強くなってきて勢いはぐんぐんと増していく。慌てて消火をしようとしたものの火の勢いが強くて消すことができない。そうこうするうちに風向きが変わって北風となり風下にある小屋方面へ延焼していく状況となった。小屋には調査活動に使用するための大量の 火薬類があった。もし火が火薬に燃え移ったら大爆発を起こし、調査隊の全滅は免れない。一行は慌てて船へと避難しようと考えたものの、珊瑚礁に囲まれ海岸線が崖となっている、ラサ島では離島するのもまた難しい。身体極まって混乱する中で、調査隊の中から常島に危害を加えようとする者も,も現れたが、常島は何とか彼らをなだめた。 その後風向きが再び変わり、火の勢いは徐々に下火になっていった。その上、スコールが来たため火は完全に消えた。消火までに島の約15%の森林が消失したと推定されている。スコールが上がったのはもう日没間近のことであった。常藤は焼け跡の様子を見たいと調査員を引き連れて島北部の大地へと向かった。台地はきれいに焼き払われ、 あたり一面に林鉱石の巨岩が積み重なっていて、大産地であることは明らかであった。この情景を見て、一行はしばし無言となり、やがて、常藤と長年行動を共にしていた、縄田義士が多年神明を落とし、しかも逆境に立ちつつ、今日に至った先生は、今や、この探検において成功されました。国家のために誠に経過にこらえませぬ。と、 常ねに祝福の言葉を述べた。常ねはお礼を言おうとする者の,の感極まって言葉が出ない。この時、常ねの目には涙が浮かんでいて、縄田義士と抱き合わんばかりの様子であったという。常ねと率いる調査隊は10日間、ラサ島内の臨港石調査に従事し、焼き払った北部の大地を中心として島全体に調査を進めた。その結果、 塔の標高約15メートルより高い地域のほぼ全域に林鉱石の交渉が認められ、塔内には毒蛇などが見られず、しかもマラリアなどの風土病もないという鉱山経営に有利な事実も確認した。ラサ島の林鉱石資源は質量とも事前の予想を超えるものであり、しかも鉱山経営に有利な点も確認し、事業の本格開始に適すると判断した常塔は、 鉱山事業の企業方針を決めた上で、当初の予定通り、臨時土木化と直轄最高組を島に残して、企業を進めることにして、東京へと引き上げた。期間途中、那覇から東京の本社に第一報として、万歳とのみだ伝して、喜びを伝えたとのエピソードも残っている。自らの目で、ラサ島が臨鉱席の大産地であることを確認した。 ラサト林リ合資会社社長の常藤であったが、創業時は困難の連続であった。後に、常藤は、ラサト林リ合資会社の時代は一言もって、これを表すれば、悲劇を演じたりというたなく、誠に無ごたるありさまにて終始したと解雇している。初期の林鉱石積み込み後継。1911年5月1日、ラサト工業所が開設された。 その後ラサトは単一企業による開発、企業経営が進められることになり、産業的に重要な位置を占めるに至る。常藤社長時期時期の臨鉱席調査終了後、社長たちは東京へ戻ったが、島では引き続き臨時土木課と直轄最高組が鉱山の開設事業に取り掛かることになった。作業を進める中で労働者たちを苦しめたのがまず、水と食料であった。 水の問題から胃腸を壊し、食料の問題から次々と活気となっていった。そのような中で事態をさらに混乱させたのが、臨鉱石銭トン採掘命令であった東京に戻った常頭はすぐにラサ島にとって返し、臨鉱石銭トンを採掘して輸送せよと命じた。ラサ島には通信設備がまだなく、その後もしばらく外部との連絡は、 船の来航時に行うほかなかった。まだ鉱山設備が全く未整備な状態での無茶な命令に現場は困惑したものの、やむなく採掘した林鉱石を人海戦術で運ぶことにした。重い鉱石を運ぶ妊婦の肩の皮が破れ、血が流れ出すという無理な作業を強行して、なんとか700トンの鉱石を採掘して大阪まで輸送することに成功したが、 肝心の功績は全く売れなかった。劣悪な就労環境の中で3名の死者が出て、労働者の中から大島希望が出されるようになった。臨時の僕家と直轄最高組として雇用した労働者の中には質が悪いものも多く、その上、労働者たちの請負い先が賃金の中抜きを行っていたり、賃金として金銭を渡さず独自の金券を渡したりしたため、 経営人はしばしば労働者たちからの激しい突き上げや教養を受けた。そして娯楽や息抜きがないことをという環境下で労働者間で流行り出したのが博打であった。博打の流行は作業効率の低下につながったため経営人はたびたび禁止を命じたものの根絶は難しかった。微老りの伐採。様々な苦労を重ねつつ、 絶海の孤島での鉱山創業を進めた結果、1911年7月までには、鉱山事務所、移局、宿舎などの建物、仮山橋そして道路や軌道の建設が進められた。仮山橋は島内に自生していた微老を支柱としたものであった。大きな課題であった水に関してはとりあえず、上流水場と水のため置けを整備した。そこで、試験的に最高。 輸送を開始しようとした矢先に二度にわたって台風に襲われ、仮山橋をはじめほとんどの建造物が壊されてしまった。一番の問題は海岸に設置していた上流水場が後形もなく流されてしまい、水基金に直面したことであった。前述のように、ラサ島には通信設備がなく、緊急事態を外部に知らせる術がない。この時は、 大型台風襲来の情報を得ていた本社から台風通過直後に帰船を派遣したため大きな混乱は避けられた。ラサ島の微老を支柱とした仮山橋。これまで様々な混乱の中、設営作業を行ってきた労働者たちは、北陸地方出身者が多く慣れない亜熱帯の気候に苦しんでいたところに台風の大きな被害を受け、多くが大島希望を出すに至った。 やむなく、ラサ島では、本社の許可を得ずして、多くの労働者たちの離島を認めた。そこで、四国、九州、そして小笠原諸島等の出身労働者を補充し、復旧作業を急いだ。また、労働者に対して、独自の金券の給付を中止する代わりに、預金通帳を交付して預金制とし、また、作業工賃の出来高払いを導入して、労働意欲の喚起を図った。 高賃の出来高払いは、作業効率アップに大きな効果があり、爆地も次第になくなっていった台風シーズンが終わる10月には、台風によって破壊された建物等の復旧等も進められ、仮桟橋も完成した。こうして1911年の年末には少量では、あるが採掘した林鉱石の輸送が開始された。 1912年も、鉱山施設の充実は着々と進められていった。2月には新たに、沖縄県で労働者の募集を開始した。沖縄県からの労働者は亜熱帯の気候に慣れていて、移植中とも本土からの労働者よりも簡易なものでも、大丈夫であると、会社側は順次人数を増やしていった。7月に、ラサ島の見学会に参加した。 森岡高等農林学校の山田源太郎は100名、あまりの妊婦の大半は沖縄県出身者で、ラサトリンコ合資会社社員十数名、その他に医師、警官3名が働いていて、施設としては最高事務所、販売所、分析所、宿舎、倉庫、医局、水事場、鉄工所、桟橋等が建設され、そして鉱石運搬用の軌道が付設されていると、 報告している。しかし各施設の設営そのものに大きな困難があった。ラサ島産で曲がりなりにも建築に使用できるものは自生していたビローくらいのもので、他の建設材料は全て当該から搬入しなければならなかった。しかも満足な港湾設備は整備されていなかった。困難に拍車をかけたのが台風の被害であった。 1912年9月には立て続けに3回、台風が襲来して、ほとんどの施設が破壊され、貯蔵していた数百トンの林鉱石も流されてしまった。直ちに復旧工事に取り掛かったものの、工事の不買同盟による打撃に、台風の被害が重なって、会社の経営は困難を極めた。ラサ島での事業開始に際して、高田商会からの資金援助を受けていたため、 採掘された鉱石は高田商会を通じて販売されることになった。しかし、ラサ島から採掘された臨鉱石の輸送が始まっても肝心の臨鉱石が売れなかった。肥料会社各社は様々な理由をつけてラサ島産の臨鉱石の購入を拒んだ。常ネは各肥料会社間で不買同盟が結成されたと改装している。肥料会社が 業界に新規参入したラサ島の林鉱石の購入に難色を示した理由としては、まず当時林鉱石はほぼ全量輸入に頼っていて、しかも輸入は三井物産が独占的に行っていたため、原料の独占的な供給のもとになり立っていた業界に原料供給先として新規参入すること自体が困難という事情があった。また、 ラサ島の林鉱石自体にも弱点があった。ラサ島の林鉱石は、林の含有量自体は35%前後あって、申し分なく、またフッ素の含有量が少ない点は、良質と言えたが、鉄バンドの含有量が、クリスマス島やオーシャン島の林鉱石よりも多い点が、問題視された。また業界には、ラサ島で林鉱石が産出されると言っても一時的なものに、過ぎず、 継続的な林鉱石の仕入れ先としての見込みはないのではないかという疑いの目もあった。現地見学会と自前肥料工場の創業ビロ森の伐採後の林鉱石採掘。肥料会社各社による不買同盟の結成という事態の打開に向けて、社長の常等は二つの案を実行に移した。まず各肥料会社の儀士たち、そして森岡高等農林学校教授の山田玄太郎が、 参加し、常藤自身が案内人を務めるラサ島の現地見学会を実施した。業界関係者ばかりではなく学者らからも沖縄の古島に林鉱石の大産地などあるはずがないと山氏のタワゴと呼ばわりされていたため、専門家の山田教授の参加は常藤にとって歓迎すべきことであった。 現地見学会の一行は1912年7月3日にラサ島に到着し、ツネ島の案内で約2週間、島内を見学して17日に離島した。ツネ島は見学会と同時並行してもう一つの事態打開策を検討していた。見学会の後、期待に反して参加した肥料会社の技師たちがラサ島の林航石の悪評を流すような事態が、 起きたとしたら会社は潰れてしまう。そこでラサ島林校合詞会社自体が肥料製造業に参入し、ラサ島の林鉱石を原料として林産肥料を製造・販売する計画を立てた。常等の期待は半分叶えられた。見学会に同行した山田玄太郎は1912年8月報告書を発表した。山田はこれまで日本国内で めぼしい林鉱石の産地は見つかっておらず、全量輸入に頼らざるを得ない状況であったが、ラサ島に林鉱石の一大産地が発見され、採掘事業が開始されたと紹介し、ラサ島は本邦唯一の林鉱石産地と称して良いとした。そして埋蔵量は豊富であり、鉱石の分析結果によればクリスマス島やオーシャン島の林鉱石によく似た林産肥料の原料として、 極めて有料なものと太鼓板を押した。山田はさらに、ラサ島内の鉱山施設等の整備状況とともに、林鉱石が地表近くにあるので鉱石の採掘は容易であると判断した。そして有料な林鉱石が豊富に埋蔵され、しかも採掘が容易であり、鉱山設備の充実も進んでいるため、将来の発展を期待すべきと述べた。しかし、見学会後も、 肝心の肥料会社各社の対応には全く変化がなかった。そこで、常藤は資金をかき集めて8月に肥料工場建設を発表し、直ちに建設に取り掛かった。今回は、常藤の狙いは的中した。ラサト林光合司会者が林鉱石採掘から肥料の製造、販売まで一貫して事業を展開することは、肥料業界にとって、 大きな衝撃となった。10月には日社とラサ島臨港石2万トンを5年間に渡って供給する契約を結ぶことに成功し、保証金の形で前払いを受けた。不買同盟の上に、肥料工場の建設、また前日のように、ラサ島での鉱山設備の建設も難航していた。深刻な資金難に直面し、会社存続の危機に立たされていた。 ラサ島林鉱合司会者は保証金の前払いで存続することができた。その後は各社から林鉱石買い入れの引き合いが来るようになって、鉱石が売れないことはなくなった。1913年2月にはラサ島の林鉱石を原料とした肥料製造・販売が開始された。常島のところには、防肥料会社から林鉱石は買うので肥料製造、 販売は中止してほしいとの申し入れがなされ、会社の重役たちに対しても中止工作が行われ、社内にも動揺が見られたが、常とは、肥料製造、販売は、事業展開の大きな武器であり、手放すことは、自殺に異ならないと中止の申し入れをお断固拒否した。微老森の中に建設された軌道、林鉱石販売の目途が立ち、 1912年末には9月の台風の被害復旧もほぼ終え、またコンクリート製の雨水たまりも完成した。1913年に入り、鉱石販売の目途が立ち、今後台風の被害にも強い充実した鉱山設備の建設を行っていくためには、合資会社では限界があるということで株式会社とする決定がなされ、株主の募集が開始された。五月には、 ラサ島林光株式会社が発足した。ラサ島林光株式会社発足前の1912年、ラサ工業所の交付の総数は360名であった。その後事業拡大に伴って、交付の数は増加し、1917年には1690名に達し、そのうち1500名が沖縄県出身の交付であった。鉱山としての諸設備の充実も進み、 林鉱石の産出量も増大していった。一方、離島であるラサ島での鉱山事業を拡大していく中で様々な問題にも直面した。鉱山労働者については、内地からの労働者は気候になれず、作業効率が上がらず、病気にもなりやすいとして、沖縄県出身者に切り替えていく方針が決定された。そして1912年11月には、沖縄の地方紙 琉球新報にラサ島で稼ぎの募集広告が掲載された。ラサ島で事業を進めていく中で最後まで大きな問題となったのが水問題であった。島内には川や池、湧水はなく、島の中心部で井戸を掘ってみたところ、井戸からは海水が湧き出してしまった。企業開始当初は海水を上流して真水を得ていたものの、労働者たちが増えていく中で上流では追いつかなくなり、 結局、雨水を貯めて利用する方法へと落ち着いた。1913年、ラサ島で沖縄県発のストライキが起こり、3月には首謀者として沖縄県那覇の出身者の上原牛が逮捕、処罰されたと伝えられている。この年、冬から春にかけて数十日間にわたって雨が降らず、ラサ島内の真水は底をついて在島者たちは生命の危機にさらされた。 琉球新報の報道によれば、深刻な水不足に陥る懸念は、在島の西岸巡査が会社側に再三警告していたものの、資金不足に悩む会社は、なかなか十分な数の貯水タンクを建設できなかった。2月には、水不足に苦しむ労働者たち約500名が、解決策を求めて駐在所に押しかける騒ぎとなった。もともと深刻な水不足に陥る。 危険性を再三警告していた巡査は労働者たちの訴えを認め、来航中の船の船長を留置して会社側に全省を促す措置を取った。その一方で巡査は労務者を先導する者がいると検討局に通知した。会社側は給水を目的とした機船を派遣したものの港湾設備が整っていないラサ島では水の陸揚げ作業がままならない。やむなく、 約120名の沖縄県出身の労働者たちの帰境を認めて事態を収集した。その後会社側は貯水設備の増強に取り掛かり、ようやく深刻な水不足の危険性は解消された。また水の問題としては水質も課題であった。1916年、工術の長期不流行対策のためラサ島を訪れた高野六郎は、 ラサ島在住者が使用する水は屋根に降った雨水を集め、それをタンクに貯蔵したものを使用しているが、タンクの密閉状況が不十分で、かつ、長期間保存したものを老化することなく使用していると、衛生面から見て大きな問題であると指摘した。実際問題、ラサ島在住者の多くが下痢の症状持ちであった。高野六郎は、気候的に暑いことや食料が良くないこと、 そして飲料水の不良によって、腸障害が発生していると判断した。このラサ島在住者、訪問者の多くが罹患する下痢に、島内では、ラサ町カタルという名前が付けられていた。その後、雨水貯水タンクの密閉性を高め、タンク内に鯉や船を放して、防風ラの発生を抑えるといった措置を講じた。ラサ島では、毎年台風などの気象災害が起こり、 その対応に追われる事態が続いた。まず好転が続いて、船の来航がストップしてしまい、食料難に直面したため全頭休業して、木の芽等の食料確保を行ったこともあった。そして毎年、台風シーズンになると、多くの施設が破壊される事態が繰り返された。例えば島の生命線とも言うべき、仮三橋は、工術するコンクリート製の三橋が完成するまでの間、 数十回破壊されたという。そして、台風の被害として、深刻だったのが船の遭難が相次いだことであった。鉱石輸送等の目的で、ラサ島付近を航行していた船舶のうち数隻が、台風によって遭難し、多くの死者、行方不明者を出していた。コンクリート桟橋の建設ラサ島のコンクリート桟橋、鉱山設備の中で最も重要視されたのが、 港湾施設であった。港湾施設は、鉱石の搬出に重要であるのみならず、在島馬車の生命維持に不可欠であり、事業発展の根幹であった。これまで台風によって破壊されるたびに、仮桟橋で急場をしのいできたが、本格的な桟橋建設に取り掛かることになって、まずは、ドイツ製の鋼鉄製桟橋が適切なのではないかとの意見が出された。しかし本格着工前、 試験的に、鉄柱桟橋を建設開始してみたところ、工事中の1914年6月の台風によって、建設中の鉄柱桟橋は、跡形もなく流出してしまった。常藤は、石橋綾尾を顧問として招聘し、石橋と共に、現地ラサ島を視察するなどして、検討を重ねた結果、コンクリート製の桟橋を建設することが決定した。 コンクリート製桟橋から橋系の林鉱石積み込み、後継。1915年6月、コンクリート桟橋の工事が開始された。建設資材はすべて当該から持ち込まねばならず。1915年7月下旬には、例によって台風に襲われたものの、建設中のコンクリート桟橋には大きな被害はなかった。1916年3月には、コンクリート桟橋は完成した。 完成したコンクリート桟橋は、先端から鉄製の桁を出し入れする構造となっており、鉱石搬出時は、鉄製桁の先端から端気に積み込み、工天時には、全体がコンクリート桟橋内に収納されるようになっていた。その他港湾施設の充実としては、1913年10月から、翌14年3月までの間に、海岸の断崖を改作して、 はしけを用意したり陸上に引き上げたりするインクライン式のはしけ上げ下ろし場を建設した。1915年には、非線渓流用の浮標も設置され、これまで島の沖合約630メートルに停泊していた船が100メートル余りの場所に停泊できるようになって、貨物の搬入、鉱石の積み込み作業効率は著しく改善した。 無線通信所と気象観測所の建設ラサ島無線電信局。海南事故の背景には通信設備の未整備があった。通信ができないことにより、台風の襲来など気象情報を入手できないと、鉱山事業の発展に悪影響を及ぼしているとして、1913年8月、スネトはラサ島臨行株式会社社長名で無線電信局の設置を、 沖縄県知事を通して、定震大臣に申請した。ラサ島気象観測所。しかし、定震省はなかなか、ラサ島に、無線電信局を設置しようとはしなかった。1914年6月の台風襲来時に、発生した、海難事故で、船長以下の陸員が全員行方不明となった後、常島は、再度無線電信局の設置を再申請した。 それでも停心省の許可は降りない。そこで、常頭は海軍省にラサ島が軍事的に見ても要衝にあると臨時軍事費で無線電信局の設置ができないかと陳情を行った。海軍省側はすでに予算の配分が終わった段階であるため海軍の予算では設置はできないものの、早急な無線電信局の設置自体の必要性は認め、 低心省に交渉すべきと回答した。1914年12月、低心省からようやく無線電信局設置の内諾が得られ、合計15,449円分の物品並びに建設に要するロームの提供を行う等の条件を含めて改めて出願するよう指示を受け、結局、その出願が認められて1915年6月6日、 ラサ島無線電信局が開設された。開設後のラサ島無線電信局は、毎日19時から24時まで、長崎県の大瀬崎無線電信局との更新が行われた。無線電信局の開局直後、今度は気象観測のため、中央気象台から気象機器の対応を受け、ラサ島で気象観測が開始されることが決まった。同年8月に、 気象機器の設置が行われ、中央気象台との間でも無線電信によって気象情報の更新が行われるようになった。各施設の台風対策強化台風対策の強化が必要であったのは三橋ばかりではなかった。1 9十五年七月下旬の暴風後、スネは台風被害に強い高級的な施設を金額に糸目をつけず建設する方針を固め、九月に 里へ向かった建物の再建はすべて暴風雨に耐えられるように、堅牢なものとして、特に海岸付近に建設する必要があった、除蔵場の建物の耐久性を高めることにした。また、各事務所、甲府等の宿舎は、風害の影響を考慮して、樹林の中に建設することにした。このような台風対策が功を奏し、1916年11月の、 台風に伴う暴風雨に際しても、島内の建物、諸設備は大きな損害を受けなかった。常島はかねてから南洋の無人島やフィリピンやボルネオなど熱帯地方の開拓事例を研究しており、水の問題やネズミの大量発生、そして伝染病の流行等が課題となるとの知識を持ち、それなりの対策を講じていた。しかし、ラサ島で事業を拡大していく中で、 口実のような問題が相次ぐことになった。ハエ、ネズミ、ゴキブリの大量発生ら砂糖にはハブなどの毒蛇や毒のある昆虫類などは生息していなかった。しかし鉱山開発が進むにつれてハエ、ネズミ、ゴキブリの大量発生が起きて駆除に追われることになった。まず鉱山開発が始まるとすぐにハエが増え始め、1914年頃になると、 ハエは極めて多くなった。1915年に気象危機設営のためにラサ島を訪れた人物の記録によれば食事の際はお膳がハエで真っ黒になるほどであったという。また高の六郎もハエやゴキブリの発生は驚くべきほど盛んであると報告している。ハエの大量発生への対応としてはまずハエを取る機器を設置したりお物に 石灰乳を散布するなどの対策を講じてみたが、効果が見られなかった。そこで在島馬車の糞便を毎日海に流し込む施設を整備したところ、ハエの数は激減していった。ツネ島はゴキブリの大量発生は予測していなかった。ゴキブリ駆除対策を様々に講じてみたが、なかなか効果が上がらなかった。走行ううしているうちに、ツネ島が恐れていたネズミの大繁殖が始まった。 1915年頃から島内にネズミが見られるようになり、1916年になると猛烈な勢いで数が増えていった。ネズミによって農園で栽培している作物が食い荒らされるなどの被害が起き、またゴキブリもネズミも伝染病の媒介をする。ゴキブリ対策として様々な殺虫剤を散布してみたが、なかなか効果が上がらなかったが、 猫いらずや有機林系の殺虫剤を使用してみたところ効果が見られ、ネズミやゴキブリは大きく、数を減らしていった。蝶地フスの蔓延医務室内の光景。もともとラサ島にはマラリアは全くなかった。しかし外部からマラリアが持ち込まれる可能性があり、警戒を怠らなかった。実際、沖縄で雇った労働者がマラリアにかかっていた事例はあったものの、 島内への持ち込みの事前防止に成功し、ラサ島内でマラリアが流行する事態は起きなかった。しかし全ての感染症の貿易が成功したわけではなく、1916年春、チョーチフスが島内で蔓延した。チョーチフス流行の発端は明らかではないが、1915年10月半ばに沖縄からラサ島に来た市港府が来島約10日で発熱し、 高熱と精神障害を併発させて死亡した。症状から見てこの交付は腸チ,チフスに罹患していたと考えられる。約1ヶ月後、同室の交付が同様の症状を起こし、その後も似たような疾患がしばしば発生していたところが、1916年3月から4月にかけて急速に広まった。たまたま悪いことに、 島内では内地で流行していたインフルエンザの流行が波及して発熱者が大勢いたため腸チ,チフス患者との鑑別が難しく島内の医務室では最近の検査もままならないこともあって事態の把握が遅れてしまったラサ島内では約500名が腸チ,チフスを発病したと言われ渋滞となったり死亡する患者が相次ぐようになった 症状が重い患者は当該に搬送して入院治療を行ったが、世間ではラサ島はチフス患者を輸出しているとの悪評が広まった。当該の病院で入院治療を行った患者からチフス菌が検出されたため、蔓延している病気の正体は超チフスであることが判明した。そこでまず沖縄県が人員を派遣して患者の隔離、各所の消毒を行った。 また、ラサ島臨港株式会社は北里研究所に医師の派遣を要請した。要請を受けて1916年6月から7月にかけて高野六郎が蝶地伏流行対応のためにラサ島に渡った。ラサ島在住者は皆密集状態で生活を営んでおり、中でも沖縄県出身の甲府たちは狭い宿舎内で集団生活をしていて、 衛生状態も劣悪であった。このような生活状況では伝染性の疾患がたちまちのうちに広まってしまうのは明らかであり、腸チフス予防のために早急にワクチン接種を行う必要があるとの判断がなされた。6月初めから北里研究所製のチフスワクチンの接種を開始し、順次、ラサ島内在住者全員に接種を行った。接種開始後、腸チフスの流行は、 急速に収まっていき、発病者も症状的に軽度に止まり、同年9月には収束した。チョーチフスの蔓延後、ラサ島オート公社にはワクチン予防注射と消毒、ラサ島へ向かう船の船員に対しては健康診断を行った。そして新たに衛生係を設けて、島内各所の消毒を行い、夜間に高付宿舎を巡回して労働者に、 衛生管理の注意喚起を行う等の対策を講じた。滑稽の流行と玄米食ら佐藤での事業開始直後から頭を悩ませた問題の一つが滑稽であった。特に1913年から14年にかけて非常に流行し、最盛期には労働者の約8割が滑稽となったほども多いを振るった。滑稽予防には玄米食や爆犯が効果があるとされていたため、 導入を図ったところが、沖縄出身の労働者たちから、ラサ島に出稼ぎに来ているのは単に金を、稼ぎたいだけではなく、沖縄では、さつまいもばかり食べているので白いご飯が食べたいからだと、玄米食や、爆飯の導入に反対意見が紛失した。結局、炊き方を研究した上で、玄米白米の混合米を常食とすることにした。研究の結果、 食味も沖縄出身の労働者たちから受け入れられるものとなり、1914年に白米から玄米白米の混合米の常食が始まると、かっけ患者は激減していった。高野六郎は、ラサ島でかっけが見られないと報告している。高野によれば、沖縄出身の甲府の食事は、白米と玄米を混ぜた米と味噌を水に溶いて沸かしただけの具が入っていない、味噌湯。 そして豚の油であるとしている。ラサ島内の農園で栽培された、サツマイモの支給はあるが十分なものではなく、しかも当時の沖縄では、サツマイモが常食の場合が多く、サツマイモの支給は不評であった。そして特別な労働に従事するときにはおにぎりに、たくあんをつけたものが間食として支給され、沖縄出身の甲府たちにとってそのたくあんが珍味と言われていた。 新鮮な野菜類を口にする機会は少なく、サツマイモの葉や浜辺に自生する植物の葉を食べることがあるくらいであった。タンパク質は甲府たちが飼育していた鶏の肉や卵、空いた時間に行う魚鳥、そして海鳥の卵を食べることがある程度で、その他、缶詰、菓子を食べることがあるとしていた。また高野は、内地出身の労働者たちの食生活について、 沖縄出身者のものよりもやや良いものの、新鮮な野菜という点から見れば時々味噌汁の中に、がんが入っている程度のもので、そのような劣悪な食生活の中でも、活気患者がいないことに驚いている。社員と交付。上記の高の六郎の報告にもあるように、ラサ島労働者、特に沖縄県出身の労働者の待遇は劣悪であった。1914年10月、 沖縄の新聞、琉球新報は4回連載で、ラサ島の沖縄県人労働者の劣悪な処遇を報道した。それによると、高野の報告にもあったように食生活は悲惨で、米は質が悪くまずいもので、味噌汁は3食とも具なしで、たまに昆布や千切りの大根が入っている程度で、労働者たちは故郷沖縄から安断数を取り寄せて食べている状況であるという。 また、労働条件も劣悪で、夏季は1日12時間労働、冬季は1日10時間労働、成果の7、8月は10時間労働であったが、交付募集時の労働条件であった日給80銭から1円と、出来高によっては2円や3円にもなり、しかも食費は無料であるという話とは大きく異なり、採用当初の日給は25銭でその後も、基本給は30銭。 トロッコを1回動かすたびに2005輪から3005輪という状況で病気で投薬を受けると1日7千から1 0 0の投薬量が、そして病欠の場合は体格に応じた硬い金を1等から5等までの基準で3千から2 0千の範囲で給料から引かれたという。なお前日のように給与は賃金から日用品購入代や薬代等が差し引かれたものが、 通帳に基調されるシステムとなっており、現金や現金に代わる商品券のようなものは使用されなかった。交付宿舎。さらに問題となったのが、沖縄県出身の労働者と他県からの労働者との待遇差であった。実際、水事場も内地人水事場と沖縄人水事場に分けられており、交付宿舎も別になっていた。前述のように、高野六郎は、 内地人の食事は沖縄出身者のものよりもやや良いと報告しており、琉球新報での報道では牛馬にも等しい良食で栄養失調に陥れ、他県出身の労働者とは良食でも差をつけているのははだ不当と指団している。人間格差も大きな問題であった。他県出身者は大工、機械工、船夫など専門職なので給与が高くなるとの報道も、 あったが、琉球新報では、他県出身の労働者の賃金は、沖縄県出身者の2倍から3倍になり、有利な受け負い作業は、優先的に割り当てられるなど明らさまな格差をつけられていると報道した。1914年夏、トロッコ運搬の賃金問題に橋を発し、沖縄県出身の労働者たちが、警官や鉱山の事務員に対して一種の暴動とみなされる。 不穏な行動に出た。この背景には、賃金や食事に代表される差別待遇があった。現地責任者のラサ工業所長は、不穏な動きを見せた労働者たちを那覇に送還し、さらに、沖縄県当局に事情を説明して、事件を収めた。その後、鉱山当局側は、交付募集出張書を那覇に設け、有料と判断される人物を選抜して採用する、ことにした。 また1915年4月には、交付の保護のため共済組合を設立し、会社と費用者折半で、積立金を拠出して、傷病者への給付金や、死亡懲役金、そして大使間の特別補助金等を支給するようになった。さらに日用品については、原価で販売し、健康増進と貯蓄を促す意味から、種類の販売に制限を設ける等の対策を実行した。 社員専用の食堂、娯楽室。しかしその後も沖縄県出身候補の食事はたまに、魚が出るだけで、基本的に米と味噌汁のみで、安い給与に抗議するストライキも起きて、結果として、賃金や受け負い作業の割当てが改善された。また、労働条件も厳しく、社員と労働者、労働者内でも、組長、組頭と一般労働者との間には、厳然とした。 待遇者があった。また、鉱石輸送用のトロッコの事故や、最高時に用いるダイナマイトの爆発事故等で、負傷者や死者も出ていた。ラサ島での沖縄県人交付の待遇には、様々な問題はあったが、沖縄本島での賃金よりも高級であり、沖縄からラサ島へ向かう労働者は耐えなかった。当時国神あたりでは、ラサ島で働いてお金を貯めた。 ラサ島成ナリキンが続出したことが話題になったとの報道がある。1911年から鉱山開発が始まったラサ島工業所の大きな特徴として働いていたのが男性のみで女性が誰もいなかったことであった。女性が全くいないことは性病が蔓延する懸念がないことや女性絡みのトラブルがないといった利点もあった。 しかし酒を飲んでは、毎日のように些細なことで喧嘩が発生したり、何でも感情に走りやすくなるなどの弊害があり、また男ばかりのラサ島に長期間滞在するときが、荒くなるとも言われていた。そこで、やはり女性を入れるべきではないかとの話は出たものの、強硬な反対意見によって潰されていた。女性を入れることに反対する理由は、ラサ島の深刻な水事情であった。女性は、 男性よりも水の使用量が多いと考えて、ただでさえ深刻な水事情がさらに悪化することを恐れていた。ラサ島の女人禁制は、ラサ工業所の一時創業中断の1928年まで続いたが、1932年の創業再開後は、女性や子供もラサ島で生活するようになった。林鉱石の露天掘りと、鉱石運搬後継。 ラサ島工業所創業以来、様々な困難な問題が降りかかってきたが、臨鉱石の採掘体制は着実に強化されていった。工業所創業後、まず島の北東部の台地に最高所を設け、鉱石運搬用の軌道の敷設を開始した。ラサ島の臨鉱石鉱場は地表近くに相乗になっていたため、創業当初は露天掘りを行っており、 大きな塊はダイナマイトで爆破して砕いた上で採工していた。採掘された林鉱石は当初そのまま船積みされ出荷していたが、大きな塊のままでは買い取り時に破砕量を徴収され、また顧客からの苦情もあったため、1913年鉱石の破砕場を建設した。また顧客からは林鉱石の水分についての苦情もあり、1915年には、 鉱石の乾燥場を整備して乾燥させた鉱石を出荷するようになった。林鉱石乾燥場。鉱山事業発展に伴って、鉱区も島全体に広げられていく。鉱区の拡張に伴って、鉱石運搬用の道路、軌道の拡張、そして、鉱夫の増員が進められた。1915年には順調な採掘体制の整備に対して、公安。 構想体制の整備の遅れによって島内に約3万5千トンのチョコを抱え込む事態も発生した。その後も航区の整理、新設、採掘体制の整備強化、そして島内の鉱石輸送体制の強化を進めていった。そして1917年にはラサ島に埋蔵されている林土の利用を進めることになった。林土内の林産岩有量は 約3割あるものの、多量の鉄バンドが含まれているため、これまで肥料原料には適さないとして放置されていた。しかし調査研究の結果、重カリン酸石灰の原料になるということで、輸出用としての重カリン酸石灰の製造のために、直営工場の拡張が決定した。林鉱石の貯工場。1914年に第一次世界大戦が、開戦して、しばらくの間は、 肥料価格が低迷したものの、その後、船舶の不足から運賃が高騰したことが、きっかけとなって、外国産林鉱石の輸入が激減する。1913年には、林鉱石の輸入は、約20万トンであったが、1916年には、半分の、約10万トンに落ち込んだ。しかも後継期で、米価等農作物の価格も上昇して、農家の肥料需要も旺盛となった。 第一次世界大戦によって、林産肥料業界は、空前の後継期に沸いた。中でもほぼ、日本国内唯一の林資源である、ラサト工業所を要するラサト林臨株式会社は、その強みを存分に発揮する。ラサト産の林鉱石の評価も高まっており、海外からの輸入が激減する中で、ラサト工業所の林鉱石産出量は、拡大を続け、 1918年にはピークの約18万2600トンに達し、交付の数も約2000名に膨れ上がった。桟橋へ向かう軌道。最盛期となったラサ島工業所では、ダイナマイト内し鶴橋や鉄棒を用いて手作業により、採掘された林鉱石は地表から3、4メートル掘り下げられた場所を縦横に走る軌道によって運搬され、 各工区で集められた後、インクラインを用いて乾燥場に運ばれた。乾燥場では水分を2%以下にして、大きな塊は認知以下に破砕した後、出荷まで貯蔵場で保管された。出荷時は貯蔵場からトロッコで桟橋まで運ばれ、桟橋で橋家に積み込み、橋家から沖合に停泊中の輸送船に積み込んだ。通常、1日2000トン前後の輪鉱石積み込みを、 行っていたといい、1日3000トンという記録を作ったこともある。しかし台風シーズンの7月から10月にかけては輸送がままならないことが多かった。空前の肥料業界の公共が続く中、当初輸出用の重カリン酸石灰製造用に建設された設備は研究によってラサ島工業所の林土を原料として火林山石灰の製造が行える目途が立ったため、 旺盛な国内需要を満たすべく、一部を除いて、カリン酸石灰製造に充てられることになった。1919年4月、上野西洋圏で、ラサ島開発10周年の記念祝賀会が開催された。祝賀会には、原隆首相をはじめ各界の著名人が参加し、常藤社長は得意の絶頂にあった。常藤は、第一次世界大戦中、 林鉱石の輸入が滞る中で農家に林産肥料の供給が続けられたのは国内唯一の林鉱石産地のラサ島のおかげであり、いささかなりとも国家のために貢献できたのは喜びに耐えないと自負していた。1920年に入ると戦後不況の中、ラサ島林鉱株式会社は一点逆風の中にさらされるようになった。第一次世界大戦前。 全国の肥料製造メーカーのカリン酸肥料の生産能力は年間約58万トンであった。それが戦後の1922年にはほぼ倍増の112万トンとなっていた。ところが戦後不況によって国内需要が急激に落ち込み生産能力の半分以上が過剰となってしまった。カリン酸肥料の価格は第一次世界大戦の後継記時の七分の1にまで 落ち込み、原料のラサトウさリン鉱石の価格も第一次大戦中最高でトンあたり70円に達したこともあり、平均しても50円から60円であったトンあたりの価格が14円から15円にまで下落した。肥料会社各社の中でも急速に経営規模を拡大させてきたラサトウン郭株式会社は戦後不況でとりわけ大きな打撃を被った。会社は 大きな負債を抱え、株主総会の度に会社構成策について株主らから厳しい追求を受け、また債権者からの厳しい債権取り立ても続いた。採掘した林鉱石は売れず、約20万トンの在庫を抱えて、総古代が経営を圧迫するという悪循環も起きた。苦境に立たされた社長の常藤は、 親しかったダイヤモンド社の石山県吉のアドバイスに従って大阪精錬の常務取締役であった小野義雄をラサト林光株式会社の常務取締役に昇整した。小野は会社の人員整理と機構改革を進め、売れずに倉庫に保管されたままであった約20万トンの林光石の売却を行った。このような中で1922年には、 ラサト工業所の事業縮小が断行され、社員、工夫を最盛期の3分の1にまで減らし、採掘も工区の維持ができる程度にまで縮小した。その結果、1922年の林、鉱石採掘量は約1万トンにまで減少した。第一次大戦後、ラサト工業所の林鉱石産出量が急速に減少する中で、 ラサ島の林鉱石の枯渇が噂されるようになった。実際問題、1921年5月に専門家が視察した時点で、表層の林鉱石は宿舎周辺の掘り残された部分のみで、あとは交渉の底のく墓地に溜まっている鉱石だけであった。また別の報告でも、地表付近の林鉱石は宿舎や事務所、そしてラサ神社周辺のみが、 見掘りで、島内は凸凹した廃墟のような石灰岩が広がっているとしている。無人島時代は、うっそうとした樹林が広がっていた、ラサ島であるが、林鉱石採掘が進む中で樹木がほとんどない島に変貌してしまっていた。これまで、ラサ島中央部の林鉱石は、鉄板土の含有量が高く、基本的に手をつけていなかった。地表付近の良質な林鉱石が掘り尽くされていく。 中で、1922年、島中央部の鉄板土岩有量が高い林鉱石の下部の炭鉱を行った。1923年1月、海水面下まで縦庫を掘り進めたところ、有料な林鉱石鉱脈に到達した。林鉱石の鉱脈は2層発見され、海水面付近の第3層に有料な林鉱石が埋蔵されていた。常とは3月に、 ラサ島にわたって、深部の林港省の状況を確認し、最高計画の立案と車高の掘削等、採掘設備の建設を進め、1923年9月から環潮時に採掘を行うことを考慮して、海面下約1.8メートルまでの交場の採掘を開始した。常島は、表層付近の林港省と新層交渉を合わせ、430万トンの 埋蔵量と見積もった。また、ラサ島林臨行株式会社の債権者から第三者による客観的な埋蔵量調査データが欲しいとの要求があり、商工省による調査を要請したところ、鉱山局の大井え義氏が1925年5月に調査を行い、埋蔵量370万トン余りと推定した。これまで、ラサ島工業所では、表層の林行石を 露天掘りで採掘していた。しかし、交渉深部の採掘に移っていくに従って、露天掘りは困難となっていた。そして、海水面付近の深部の林鉱床を採掘するようになって、坑道を開いて採掘する方法に転換した。新鉱床の発見によって、ラサ工業所は息を吹き返し、約650名であった交付の数は1925年には、 1> 約1160名余りまで増加し、採掘量も約10万8300トンまで回復した。関東大震災によるラサトウ臨港株式会社の東京工場の被害は比較的軽く、震災後の復興劇もあって経営は一時期持ち直す。しかし1925年にラサトウ臨港株式会社の臨港席を一手に販売していた高田商会が 経営破綻し、その煽りを受けて再び、ラサ島臨港株式会社の経営は困難となっていく。1927年春には、島中央部の地下海水面付近の有料港はほぼ掘り尽くした。その後、宿舎の元や周辺など、ミサイク地の鉱石採掘に取り掛かったものの、狭い地域であり、短期間にミサイク地約7割の採掘が終わった。 また不況は続いていて、肥料の売り上げは上がらず、会社の経営はより厳しさを増していた。そのような情勢下では、ラサ島工業所の経営を続けても採算が取れる、見込みが立たないと判断され、1928年12月に創業中断が決定され、社員、工夫全員が離島して、ラサ島は無人島に戻った。ラサ島工業所の旧山常島は、 ラサト林光株式会社の経営難の責任を取る形で1929年4月に社長を辞任し、取締役兼相談役となった。同年6月には、取締役兼相談役も辞任して、ラサト林光株式会社、そしてラサト工業所の経営から完全に離れることになった。常藤はその後も自らの自宅に併設していた。 常ね調査所を拠点として、与論島、波照間島などで、臨港石探査を続けていく。1938年の創業再開時、ラサ島会館をバックに記念撮影。常ねが退陣した後、1930年5月には、代表取締役の小野義雄が社の実験を、掌握した。小野は、事業の整理縮小と再構成、そして、債務整理に辣腕を振るい、 1933年までには、債務整理を、ほぼ完了させた。同じ頃、戦時体制が強化されていく中で長年続いた、不況から、日本経済は復活していった。そして景気が回復していくにつれて、林産肥料の消費量が増大していき、林鉱石の需要も増え始めた。しかも1931年の満州事変後は、国際情勢の不透明感が増して、 林鉱石の輸入に不安感も出ていた。債務整理をほぼ完了させ、会社の体質改善に成功したラサ島林鉱株式会社は、1933年にラサ島工業所の創業再開を決断する。創業再開にあたってはまず、ラサ島の現状把握が必要不可欠だった。1933年3月、調査隊が派遣され、 約2週間施設の状況や林鉱石の埋蔵量を調査した。林鉱石はラサ島内に約5000トンの保管中の鉱石があり、また、第1種林鉱石約10万トン、第2種林鉱石約50万トンの埋蔵を確認して採算が取れると判断した。各施設については破損状況を把握し、修繕方法についても検討した。働く甲府たち。 6月末には創業開始のため、資材や危機器、そして職員、交付をラサ島に派遣した。なお派遣された交付のうち約300名は沖縄県内で募集、採用され、那覇から合流してラサ島に向かった。5年近く放置され破損していた各施設の復旧は1934年2月頃までかかった。復旧が終わり、 月2000トン以上の最高体制が確立されて、ラサト工業所は本格創業再開となった。創業再開後のラサト工業所で再開前と大きく変わったのが女性、子供の在位島が認められたことであった。これは1933年までの男性のみの就労形態ではやはり労働者同士の喧嘩やいざこざが絶えず、また労働者の定着率も悪く、会社としても 夫婦でのラサ島で稼ぎを進めることにしたためであった。また出稼ぎ労働者として、ラサ島で働くことを希望する男性労働者が減少して採用が難しくなってきたため、女性の労働力に期待せざるを得なくなったことも原因であった。夫婦、子供が在島するようになって、教育機関が新たに必要となった。ラサ島には小学校があったとの証言があり、 生徒が少なかった時は教師1名で増加してくると教師夫婦2名で教えていたというが具体的な記録は残っていない。また小学校の他に青年学校もあったとの証言があるラサトウ工業所事務所。再開されたラサトウ工業所ではこれまで放棄していた第二種輪鉱石である林ンの処理が課題となった。林ンに混入している良質な輪鉱石の祭流を 先行し、商品化するために1933年9月に、第二種林鉱石先行所の新設が決定され、翌1934年4月に完成した。また良質な第一種林鉱石の増産に向けても、努力した。またこれまで、核肥料製造会社に直接販売していた、ラサ島工業所の林鉱石を、1934年以降は、 三井物産に委託販売とした。同時に、林鉱石運搬船の契約も、三井物産船舶部に一括して行い、倉庫も、主に三井倉庫を利用するようになった。これは、林鉱石の販路拡大のため、大手商社の三井物産との提携が有利であり、運搬船、倉庫の契約の利便性も考慮しての決定であった。そして、林鉱石増産体制の強化のため、 ラサ島工業所では公道などの最高設備、公道内の軌道や道路等の運搬設備、除蔵場、倉庫、橋家の心臓、乾燥場など各施設の修理、増築、心臓が積極的に進められた。1937年4月16日、ラサ工業株式会社は、熊本営林局とラサ島の払い下げ契約を締結した。 払い下げ価格は3748円で6月23日に所有権移転登記が行われた。ラサトー工業所の増産体制強化の背景には国際情勢の緊迫化によって林鉱石輸入に対する不透明感が増してきたことがあった。実際、1937年をピークとして林鉱石の輸入は減少していき、1941年の 第二次世界大戦参戦後は激減していく。しかも、戦時体制が強化されていく中で、食料お造産は重要な政策課題の一つとされ、食料お造産に不可欠であるとして、農林水産省から林鉱石造産を強く要請されるようになった。ラサ島の林鉱石は、採掘が進むにつれて肥料化に悪影響を及ぼす鉄、バンドの含有量が増加していった。 そして良質な鉱石の産出は減少していた。実際問題、ラサ島工業所で採掘される林鉱石の品位は低下していて、輸入した有料鉱と混合しなければ利用できない状況になっていた。しかも戦争が激しさを増す中で、従業員の確保は困難となって、必要な数を集められなくなっていく。ただ、ラサ島工業所は重要産業ということで、 農林省からの働きかけも行われたためある程度の自民の確保はできた。また工業所の労働者は重要産業に従事しているということで召集されることは比較的少なく生活物資や燃料、資材の供給も続けられた。ラサ島工業所は1938年から1944年までの間に約32万トンの林鉱石を採掘した。 これは約31万トンの北大東島を抑えて日本領内トップの数字である。しかし、戦況の悪化に伴って海上輸送が困難となり、構想に大きな危険が伴うようになった。林鉱石を積んだトロッコを牽引するガソリンカー。再開後のラサト工業所には再開前と同じく主に沖縄から労働者をやっと入れた。 労働者の大部分は、現在の名護市や本部町、亡き人村そして、家島など、本部半島及びその周辺の出身者であった。その他、八丈島や宮崎県から来た労働者もいた。労働者の募集方法としてはまず勧誘があった。労働者の募集が必要になると、会社は、各地域にいるラサ島経験者の募集人に、人員募集の連絡を行った。 当時、同じ地域から多くの労働者たちがラサ島へ出稼ぎに行っているので、寂しい思いをすることはないし、何よりも大阪などで働くよりも給料が良く、しかも遊ぶ場所がないのでお金が貯まると言われていたという。また、ラサ島で働く労働者の募集広告が新聞に載ることもあった。男性は主に最高、炭鉱そしてトロッコ等での功績運搬の仕事。 女性は、炊事や洗濯、鉱石を洗う、洗い工場での仕事、細かな林鉱石を含む、林土から鉱石をより分ける仕事などに従事した。実際、ラサ島での給与は、沖縄で働くのよりもよく、その上、遊ぶ場所がない。ラサ島では、就労収入の多くを送金したり持ち帰ったため、貧しかった、本部半島付近の村々にとって、 ラサ島での出稼ぎは重要な収入源であった。地表付近の林鉱石は掘り尽くされたため、鉱石の採掘は行動内で行われるようになっていた。行動内には満潮時になると海水が入ってきたという。採掘された鉱石は、行動外に搬出されると、トロッコに積み込まれ、運搬された。その後トロッコを10台程度を牽引するガソリンカーによって、 洗い工場や乾燥場、貯蔵場へと運搬された。そして月1、2回の鉱石積み込み船が来航すると、現場作業に従事する、者たち総出で、臨鉱石積み込み作業に従事した。洗濯場へ向かう女性たち。宿舎は、長屋のようなもので、独身部屋は8畳の部屋に8名から10名、夫婦は6畳の1部屋が割り当てられた。なお、沖縄県出身者と、 他県出身者の宿舎は別であった。現金は流通しておらず、売店等で使用する会社発行の紙幣のようなものがあった。食生活については、故郷の沖縄よりも恵まれていたという。男女とも働くようになったため、党内で知り合って結婚することもあった。しかしやはり党内には、娯楽はなく、酒の上での喧嘩も多かった。 ラサ島の生活でやはり大変であったのは水であった。米は海水で研いで炊く時のみ真水を用いた。風呂も洗濯も海水を使用した。海水を沸かした風呂に入った後、風呂上がりに体を流すために真水をかぶっていた。洗濯は、作業着などは海水で行い、肌着のみ真水を使っていた。前述のようにラサ島では金銭は流通しておらず、 稼いだお金は故郷に送金したり、出稼ぎを終えて帰郷する際、島を出てから最初の港でまとめて渡されるなどした。1942年8月、ラサ島に日本海軍の暴露が建設され、海軍軍人8名、観測員9名が常駐して、海上監視活動に従事するようになった。1944年2月25日には最初の艦砲射撃を受け、 4月16日には2 0中の船舶が潜水艦攻撃を受け大多数の乗船員が死亡した。そのような騒然とした中で4月26日、森田義織軍中尉率いるラサ島守備隊220名が進駐してきた。ラサ島工業所と進駐したラサ島守備隊との関係は良好であった。守備隊は 島内の地下至るところに伸びている坑道などを利用して人地を建設していったが、建設にはラサト工業所側が全面的に協力した。しかし、ラサト工業所側の在島者の不安は拭えず、対馬希望者が多数出ていた。会社側もまずは、高齢者、女性、子供を中心として大島を進めることにして、 守備隊上陸の翌日の4月27日にまず257名を中に送った。会社側としても会場輸送がままならずに採掘した林鉱石が島内に諸行されるばかりとなっていて収入を得られない上に人件費はかかる状況に陥っていたため工業所の人員削減は急務であった。戦況の悪化に伴って従業員の離島順序も決められた。 職員については所帯持ちが優先とされたが、交付、交付らは自主的に決めることとされた。7月18日に第二陣として83名の従業員が離島した。そして9月29日にはラサ島は初の空襲に襲われた。会社としてはラサ島工業所を閉鎖して従業員全員を離島させたかった。また、ラサ島守備隊長の森田もラサ島工業所。 従業員全員の離島を支持していた。米軍の空襲、艦砲射撃が激しくなれば、ラサ島工業所従業員から負傷者や犠牲者が出ることは避けられないし、何よりも米軍が上陸してきたら、守備隊とともに玉砕は免れない。その上、ラサ島で産出される林鉱石の品位が低く、肥料原料としての価値に疑問符がつくことと、 そもそも海上輸送網が破綻をきたしている状況では、ラサ島から輪鉱石を搬出することができない。つまり、ラサ島で輪鉱石採掘を行い続ける、意味自体ないと判断したためであった。森田は、ラサ島で算出される輪鉱石の利用価値の低さと、海上輸送網が機能していない以上掘っても無駄になってしまうと、ラサ島工業所従業員全員の離島を、 進言していた。そして11月23日には98名が、第三陣として島を離れる際に、さらに強く従業員全員の離島を求める、説明書を送付した。しかし、森田の意図はなかなか上層部に通じない。結局、11月28日に来航した船で、ラサ島工業所従業員36名が離島すると、共に、森田の部下が那覇に向かう際、 直接軍の上層部に事情を説明することになった。この時点で、ラサ島には93名のラサ島工業所、従業員が残留していた。森田の部下が上層部と直接交渉した結果、まず、林鉱石の採掘は、農商省の方針であるため変えられない。しかし輸送はすべて軍事優先であるため今すぐ、林鉱石の輸送はできない。したがって、当面、 ラサ島工業所従業員は、軍の作戦準備に協力してほしいという内容の臨、鉱石採掘継続指示が降りてきた。しかしその後、中央での軍事省と農賞省との協議等を踏まえ、12月27日に全員退去が決定した。最後まで残留していた93名のラサ島工業所従業員は、 撤収作業を済ませて1945年1月13日に離島する予定であったが、航空状況が悪くて船舶がラサ島になかなか近づけなかったため、1月22日の離島となった。こうしてラサ島工業所は閉鎖され、1911年以来の歴史に幕を閉じた。1911年から1944年までにラサ島工業所で採掘された。 林鉱石は約160万トンに達した。ラサ島工業所従業員が去った後、空襲や艦砲射撃にしばしば見舞われたものの、行動を利用した頑強な防御陣地の効果もあって、ラサ島守備隊の損害は比較的少なく8月15日の終戦を迎えた。10月12日には米軍の接収を受けた後、14日にラサ島守備隊は島を離れ、ラサ島は 無人島になった。終戦後、沖縄はアメリカの統治下に入った。しかし、ラサ工業は1951年、ラサ島の工業権確認申請を提出した。申請は認められて1953年8月には、通商産業省鉱山局長から証明書が発行された。一方、1956年4月16日、ラサ島は、 米軍の射爆場に設定され、沖の大東島射爆撃場となった。1972年5月15日の沖縄日本復帰後も引き続いて、米軍の射爆撃場として使用されていて、取り決めにより月15日、年間180日以内の範囲で、米海軍の艦隊地射爆撃訓練、空対地爆撃訓練が行われている。日本復帰後、 ラサ島は一旦国有地とされたものの、1937年にラサ工業株式会社に払い下げられた事実が確認されたため、ラサ工業の所有権が認められて1973年10月12日には民有地に訂正された。所有権回復後、ラサ工業は臨鉱石採掘再開を図って基地の返還を求めた。しかし政府としては、 米軍の基地使用を認めざるを得ず、結局、1974年3月30日に、政府とラサ工業は、ラサ島の賃貸借契約を結んだ。ラサ島の賃貸料は、北大東村市によれば1984年度は3億3000万円であり、その後、金額は公表されていないが北大東、村当局者によれば1991年は、推定5億円という。 1979年1月、ラサ工業株式会社は、ラサ島を林鉱山として再開発するとともに、採掘終了後は石油備蓄基地とする計画を策定する。同年7月、広島大学の沖村雄二教授を団長として、ラサ工業と防衛施設長合同で、ラサ島の林鉱石調査が実施された。調査の結果、林鉱石の埋蔵量は、 約350万トンと推定された。そのような中で、ラサ工業とラサ島が属する北大島村は、砂漠場としての契約解除とラサ工業側への返還を求めたが、国は基地契約解除と返還に同意せず実現しなかった。ラサ島の読みについては、1915年6月4日付官報第851号 P98 において、 ラサ島とのルビが振られていることから、ラサ島とする1881年4月7日の農商務省創設に伴い、常頭らが務める官農局地質課は農商務省に関され、1882年2月には地質課は地質調査所へと組織変更された。ラサ島の開発申請は、まだ正式に日本領となっていない1898年に、 中村十作が申請したものが最初である。ラサ島での林鉱山開発の動きを見た玉木半江門は1910年から北大東島で林鉱石の採掘を開始したものの質が悪く翌年には採掘を中止した。松岡三沢は常島の農商務省肥料鉱物調査所時代部下であった人物であり、常島の退官後にやはり農商務省を辞めて、 林石探査にに専念することになったた島の下で働いていてラサ島の位置がはっきりしないことが原因で、その後もラサ島へ向かう船が迷子になる事例があったため、1915年にラサ島林港株式会社は海軍省水路部にラサ島の位置、そしてラサ島周辺の岩礁や海の深さ等の測量を行うよう請願した。請願は認められ、 1916年7月6日、海軍の艦船満州がラサ島に来航し、島の一島の測量を行った。常島の改装によれば、中でも水谷新六は大政治家、実業家をバックに、ラサ島の林鉱石採掘権利獲得のため様々な格索をしたという。1910年2月の横山玄之助による水谷新六へのインタビュー記事によれば、 水谷は、玉木半江門、久木門七、西沢義春と共に、ラサ島経営を行う資本金50万円の株式会社設立を行うと話している。鉱山関連の各種設備とともに、人身の統一を図るべく、ラサ神社の建立も行われた。1913年に西岸巡査派遣所が設置されたとの回想もある。常等によれば当初、 ラサ島の林鉱石を買ってくれたのは、一流産肥料会社のみであったという。1912年2月間の工業の第2地本社、工業の第2本、ラサ島の林鉱によれば、業界関係者の視察規模があれば、見学の許可を検討できると記述している。常等の階層にれば、肥料会社2社とのラサ島の林鉱石売買、契約締結時、肥料会社との仲介を行ったのは、 ラサ島開発に関わってきた水谷新六であったという。琉球新報の報道によれば、沖縄への創刊者は144名であった。前述の1912年8月に発表された森岡高等農林学校の山田教授の報告書によれば、ラサ島ではブビロウの若芽を食用とし、沖縄棘の樹皮から餅を作っていたという。琉球新報の報道によれば、 ラサト工業所は伝染病の病名を当初、熱成長を語ると言って、事実を隠蔽するような動きがあった。また、患者16名を沖縄県に搬送しようとして、検討局から厳重注意処分を受けたという。大正末期から昭和初期のラサトには、社員は威張っていて、宿舎そばに畑もあったが、社員用であり、魚は、 船風の社員が漁師も兼ねていたが好天時は船を出せず、一方、天候が良い時には船風として臨港石積み込み業務に追われ、結局、魚を取ることはあまりなかったという。スネはラサ島の事業から離れた1929年初か、神奈川県葉山の別荘にラサ島事業の記念碑を建立し、石踏みの隣には観音像を安置した。また、 常ねの自宅と葉山の別荘には、ラサ神社を分祀していた。ラサと林臨株式会社は1934年3月に、ラサ工業株式会社に社名を変更した。その後大生産業との合併によって1941年9月には、大生産業株式会社、そして1944年6月には、東亜高校株式会社と社名を変更する。戦後、 1949年3月にラサ工業株式会社の社名に戻った。ありがとうございます。